はい、えー。それでは、八時二分にあ、6時2分になりましたので、早速、えー、ハイパーレッチャー東京ミートアップ、本日もあの開催していきたいなと思います。えー、改めまして、えー、ニュアックスファンデーションの福安と申します。えー、本日はあの、ハイパーレッチャー東京ミートアップにご参加いただき,いただきまして、ありがとうございます。えっ、ー、と、始める前に、まあ、私の方から少し、本日の、あのー、イントロさせていただきたいなと。 で、あの、本日のイベント、ミートアップなんですけども、まあ、これまで、えー、少し前、2回前は、ハイパーレッチャーの、まあ、いわゆるこうビジネス的なセッション、ビジネス的なミートアップっていうことで、あの、広くねくいろんな方にハイパーレッチャーに関して、こう、知っていただくという感じの、あの、立て付けで行っていました。で、前回に、前回は、ハイパーレッチャーファブリックの技術的な、あの、ミートアップ、技術的な、こう、ネタを扱うミートアップとして、あの、前回は、あの、開催させていただきました。 じゃあ、今回はどんなテーマで、このハイパーレッチャーミートアップ、ハイパーレッチャーミートアップをこうやるかというと、まあ、あの、とかく、あの、最近、こう、よく、あの、まあ、議論されている、あの、いわゆるブロックチェーン化のインターペラビリティに関して、えー、メインに取り上げる。まあ、インターペラビリティに関する、こう、えー、最新の状況を、情報を提供する、そういったミートアップという位置づけで、あの、今回は開催させていただきます。 なので、まあ、スケジュールとしては今ご覧になっているかと思いますけども、えー、最初ですねあの、ブロックチェーン、まあ、ブロックチェーンのいわゆるこうインターブラビリティに開発する概論に関して、えー、NTT データの清水さんの方から講演いただきます。だいたい10分くらいでさらっと概論をいただいて、で、その後、あのまあ、ハイパーレッチャーの中でもあのいくつかブロックンあのインターブラビリティにあの、えー、対応する、まあ、ツール、ライブラリが存在するんですけども、えーまあそ え、その、それに関する、え、セッションを、え、まず、え、富士通の、え、富士通の藤本さんの方から、カクタスに関して、え、ご講演いただいて、その後、え、ハイパーレッチャーラボ、まだいわゆるハイパーレッチャーの、え、本、何ですかね、え、ま、ラボっていう、ま、いわゆるその、新しいプロジェクトをインキュベートしている場所で、あの、え、運用されている、ま、プロジェクトなんですけども、ゆいという、あの、 え、プロジェクトがございますけども、え、ま、その優位を開発をされた、ま、データチェーンさんから、鳥海さんと佐藤さんから優位に関して、え、ご講演いただきます。で、最後に、えー、今日の、え、いわゆる登山者ですね、清水さん、藤本さん、それから鳥海さん、佐藤さん、登山者全員と、まあ、私、福安で、えー、パネルディスカッションをするという、あの、流れで、本日は進めさせていただきたいなと。 で、あの、いつものことですけども、ハイパーレッチャーミートアップ、まあ、東京だけではなくて、いろんなところで、あの、いろんな形でミートアップされています。で、あの、直近でいくと、えー、ハイパーレッチャーブダペストというのが、あの、来月ですね。来月早々12月8日にあ,あって、で、ハイパーレッチャーフランクフルトというのが、えー、12月17日。ヨーロッパだとね、結構、あの、参加しやすいですから、ね、日本からです。それから、あの、ハイパーレッチャーブダペストというのが、えー、来年1月27日になります。 で、あの、結構やっぱり海外のハイパーレッジャーミートアップとか参加すると、あの海外のいろんな事例が見れて面白いんじゃないかなというふうに思います。で、あの難点が一つあって、やっぱりその現地のあの言葉であの話されるという可能性が非常に高いです。まあなので、まあブダペストだとフランクフルトだとか、あの、まあ若干ハードルが高かったりするかもしれませんけど、けども、いわゆるその言語的には。もし英語で開催されるようだったらぜひ参加してみていただくのもいいかなと思います。 で、それからですね、まあ、一つあの宣伝なんですけれども、まあ、えー、Linux Foundation では、ハイパーレッチャー、まあ、特にハイパーレッチャーファブリックに関するトレーニングコース、それから認定試験なんかを、えー、持っています、あの、提供しています。で、えー、今、日本語で、あの、提供されている、まあ、トレーニングしたハイパーレッチャーファブリックの管理というトレーニングコースと、あと、はい、あの、開発者が学ぶハイパーレッチャーファブリックという、まあまあ、いわゆるその、あの、ハイパーレッチャーファブリックで動くアプリケーションを作ったりだとか、あの、チェーンコードを書いたりだとか。 いうことが学べるトレーニングコースが存在しますので、もし関心がある方はぜひ受講いただけるといいかなと思います。それから、あと認定試験ですね。ハイパーレッチャーファブリックの管理者という認定試験、それからハイパーレッチャーファブリックの開発者という認定試験もございますので、例えばそのハイパーレッチャーのサーティファイドサービスプロバイダーみたいな ものを目指されている、ま、企業として目指されている場合は、まあ、あのこれを持っている方があの、えー、会社の中に数人必要だという、まあ、規定もありますので、ぜひあのここら辺も、ね、あのご受講いただけるといいかなと思います。はい、では、ミ、えートアップに入りたいんですけど、大竹さん、今日ってあのアンケートってあの設定あるんでしたっけあはいあります。 じゃあ、ちょっとアンケートを、えー、まずですね、いつもあのアンケートを取ってるんで、あの、それをやりたいなと思います。えー、まず、一つ目。皆さん、どこから今日は参加されていますかということなんですけども、えー、ちょっと30秒ぐらいでお答えいただけますでしょうか。はい、じゃあ、投票締め切ります。えー、結果、こんな感じです。えー、まあ、圧倒的に、まあ、いつも通りですね、圧倒的に関東から。 ですが、まあ、中部、それから近畿、東北からもご参加いただいて、あと九州沖縄の方からもご参加いただいているんですね。ありがとうございます。はい、でそれから、えーっと、ちょっと待ってね。ハイパーレッチャー、ハイパーレッチャーをすでに繊維、サービスで使い始めていますかという、えー、質問ですけども、こちらはいかがでしょうか。こちらも30分ぐらいでご回答いただけるといいかなと思います。 だいたいいつもの例だと、まあ、すでに使用している、もしくはこう準備中であるというのが、だいたい7、8割あのだったりするわけなんですけども、こちらもね、あの一応こう定点観測ということで、あの毎回質問させていただいています。はい、じゃあちょっと投票を締め切りたいなと思います。よいしょ。はい、こんな感じですね。まあ、いたいつもいつも通りですね。あの8割強、なんかちょっと増えているような気がしますね。 あの、8割強の方が製品に使っているもしくは、えー、それに向けて準備中であるという状況であるということのようなので、まあ、あの、私たちにとっても結構ね、あの、これが、この数字がどん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 増えていってくれるといいなというふうに思っています。はい。 ではですね、えー、早速ですけれども、まあ、本日のセッションを始めていきたいなというふうに思います。それでは、え冒頭申し上げましたように、あの、まずはですね、えブロックチェーン間のインターオペラビリティ概論に関して、え株式会社 NTT データの清水俊平さんの方からご講演いただきます。それでは、清水さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。画面共有いたします。 はい、では、株式会社 NTT データの清水が、ブロックチェーン間のインターオペラビリティ概論ということで、少しお話をさせていただきます。タイマーをつけてこう、はいで。まず最初に、われわれ NTT データのブロックチェーンの取り組み、少しご紹介させてください。われわれ NTT データは、グローバル横断で最先端の技術、知見を蓄積するという形で活動を進めております。 その中でブロックチェーン COE といわれる推進体制を組んでおりまして、25カ国500名超で活動を続けております。このような活動の中でですね、あの見たことがあるプロジェクトあるかもしれませんが、ブロックチェーンの様々なプロジェクトシステムというところで事例をこちらに記載をしております。前々回のところでまた清水がですね、あのこう説明させていただきましたが、トレードウォルツの貿易プラットフォームだったり、 あとはイタリアの銀行間紹介業務であるスプンタ、こういったものを手がけております。このような活動を通じて、ですねやはりあのまあ社会課題とか業界課題、業務特有の課題に対してブロックチェーンを適用していくというところは、ブロックチェーン技術の特性をそれぞれ活かして、製品群を持ってまああの展開をしていくのが 必要であろうという形で、ブロックトレースといわれる製品群を我々われは有しておりまして、これについては右側に記載をしておりますが、グリーンだったり、NFT だったりといった、まあ、えと求められているところにです、ね、このブロックトレース4という形で広げていくということを考えております。 でこのようなまあ説明はこれぐらいにしてですね、あの本質のインターオペラビリティ、日本語で総合運用制というふうに言いますが、こちらに入りたいというふうに思います。で後,日えー、と後ろでですね、あの富士通様、データチェーン様がですねあの技術の詳しいところも含めてご説明あるというふうに思っておりま,すおりまして、ここでは本当に概論というか、えー、まあ概念みたいなところだけでご説明をしようかなというふうに思っております。 でまず、あ,とありがちですけれども、えっと、まずブロックチェーンの話に入る前にですね、インターオペラビリティ、阻言要請の定義と言葉の定義のところを、えー、調べてみました。で、言葉の定義確認をいたしますと、IEEE、e、ですと、2つかそれ以上のシステム、またコンポーネントが情報交換でき、また交換した情報を使用できること。 でえっと、清水よく使いますが、IT 用語辞典 EWARS とかですとえ、複数の異なるものをまあ接続、組み合わせて、きちんと全体が正しく動作することというふうに記載がございました。一方、似ている言葉として、相互接続性というものがございまして、これは異なるシステムを接続して、通信が設立成立することを意味しております。このようなまあ相互接続性の意味合いと、上の2つの相互運用性の言葉の定義の特に赤字の と,ところからえっと相互接続性に対して相互運用性もう一つ上のレイヤーで相互接続性を実現した上で異なるシステムや組織が一緒になって業務を遂行する状態まこういったものが相互運用が取れているというふうな状態なのかなというふうに理解をしておりますこのような概念というか言葉の理解をした上でブロックチェーンのインターオペラビリティの本質というところに入りたいというふうに思っております でこの下にですね、よく見るというか、勝手に作ったんですけれども、あの各ブロックチェーンがですねつながっているような概念図を記載しております、まあ、こういったもの、よく見るかなというふうに思っておりますが、このようなブロックチェーンが相互につながっているということが重要ではなくて、繰り返しますが、相互に運用することが本質であるというふうに考えております。 えっと、あるブロックチェーン A のステートをブロックチェーン B に伝達をして、ブロックチェーン B がスマートコントラクトを執行する。えーまあ、例えば、えっと、貿易書類業務を有しているブロックチェーン A のこちらの進行状態に応じて、 ブロックチェーン B が保険機能を有するスマートコントラクトを執行するというふうなことを記載しております。まあ、つまり、つながっていて、相手のステートが取れたとか、通信できたということが重要ではなくて、この片方のブロックチェーンのステートだったり、結果っていうものを受けて、もう片方の台帳、ブロックチェーンが実行する、その2つのなり、えっと、営みを通して、 まあそれが相互に運用する、それを一つとして相互に運用して、えー、結果が得られるということが、えー、ブロックチェーンのインターピュラビティの本質、相互運用の本質だというふうに考えております。はいえー、このような考え方から、何と何がつながっているかではなくて、何と何を相互に運用するかというところがポイントなのかなというふうに考えております。えー、その中で、まあ、例えばデジタル資産。 何かの例えば車の権利だったり、権利書だったり、そういったものの、えっと、アセットを管理している台帳と、あと暗号資産、トークンを管理している台帳、これをつなげることで、えー、権利を移転する、物を移転することと、まあ、資産、お金を払う、資産を移転すること、これが、えっとまあ、相互に運用させて、同時にできるんじゃないかといったところが、インターペラビリティの一つ見えている。えっと 展望かなという,ふうに考えております、はい、もう少し、えっと、ブレイクダウンをいたしますと、えー、例えば、物や通貨が改ざんされない、信頼できるプラットフォーム上で、これはつまり、えっと、物を、えっと、その台帳の中で管理をしていて、また通貨、トークンをそれぞれそちらの台帳で管理をしている、それぞれの台帳で改ざんされない、信頼できる プラットフォーム、えっと、ブロックチェーン間で管理をしている中で、それをつなげることで、新しい価値を、同時交換という新しい価値を提供するということを記載しております。例えば、左側で物を渡してお金を得る、こういったような営みには仲介業者が入って、えーまあ、実証するというのが世の中でよくある構造かなというふうに思っております。こういったものに対して えっとアセット、物を管理しているところとトークンを管理していること、それはそれ,ぞれ、えー、っとそれぞれの台帳で管理をしていて、かつそれを仲介業者を減ることなく、つなぐ、えーっと、インターペラビリティ技術でつなぐことによって、物の,の移転と価値の移転を同時に実現をするということができるのではないかというふうに考えております。これによって仲介業者が不要になったりとか、 あとは債務不履行がなくなる、お金を払ったのに物がもらえないといった、こういったような債務不履行がなくなるということが利点として、新たな価値として出てくるのかなというふうに考えております。1つのユースケースとして、えっと、NFT のプラットフォーム上で管理をされている作品所有権、これをまあもらう、買って、 買うことでもらうこと、所有権をもらうということと、それに伴ってデジタル通貨暗号資産を払うということ、NFT プラットフォームと決済プラットフォームをつなぐ、インターペラビティ技術をつなぐことで、このような、えーとまあ、仕組みが実現できるのではないかというふうに考えております。で、と一番、まあ、ポイントというふうに考えておりますのが、 こちらの例で申し上げますと、NFT の作品所有権をもらったのに、デジタル通貨が、まあ、この場合だと購入者からクリエイターに払われていないとか、または購入者からクリエイターにお金を、まあ、デジタル通貨のウォレットからお金を払ったのに、NFT の作品所有権が移転されてないとか、そういったことはこの仕組みを考えるはえでは防がないといけないことというふうに考えております。 つまり、えっと、アトミック性を持ったまま価値の交換をしないといけないということが求められる、えっと、システムなのかなというふうに考えておりますで。そのようなアトミック性を持ったまま価値交換をするアトミックスワップにおける課題として、えっと、このトリレンマの課題があるというふうに、えっと、弊社の中では、えっとまあ、ここが超えることが難しい一つの技術的な課題だというふうに捉えております。 例えば A と B、A と B というと分かりづらいですね、異なるブロックチェーン基盤2つをつないで、でまた仲介業者を経ることなく、それをトラストレスに実行するために、秘密鍵やクライアントが管理をして、で先ほど申し上げたとおり、 えっと、片方の台帳では物が所有権が移転されたのに、もう片方の台帳ではそれに伴う、えっと、トークンの移転がされていないということは防がないといけないですので、そのような、えっと、台帳間での実行は自動実行されるべきであるというふうに考えておりまして、この3つをです、ね、実現しなければ、先ほど見せたようなシステム、 にはたどり着けないというふうに考えておりますが、これを同時に実現することが技術的に難しいというふうに捉えておりまして、これに対する解というものを探しているというのが現状でございます。はい、でと少し概念とか、えーまあ、概要だけさらさらご説明をさせていただきましたが、最後にということでまとめさせていただきます。 えっと、まずこの下にですね、記載をしておりますが、このようなつながった世界が求められるのかっていうのは、なかなか今現時点ではわからないかなというふうに思っております。一方、ブロックチェーンのインターオペラビリティの総合要請の将来性として、確実に技術としては発展していくというふうに考えております。一方、個別のブロックチェーンとしては、まだ発展途上のものも多いというふうに考えておりまして、 さらにそれらをつないで、相互に運用をさせるというふうなのが、まさに必要とされるユースケースが少ないことも事実だというふうに捉えております。これはですね、先ほどの申し上げたとおり、ブロックチェーンのインターオペラビリティ自体がです、ね、何かあるような、まあ、現時点である既存のものを置き換えるような価値ではなくて、新たな価値ソースになるからだというふうに考えておりまして、なかなかそのユースケースが上がってこないというのが現状かなというふうに思っております。 一方、えっと、各ブロックチェーンが、まあ、下の図のようにです、ね、個別最適で構築、運用されている状態に対する1つの解というのは確実だというふうに考えておりまして、このようなワークショップとか、我々の中での研究開発を、えっとまあ、通してです、ね、あの注目していくべき領域だと、技術領域だというふうに考えております。簡単ではございますが、えっと、インターオペラビリティの概論ということで、ご説明をさせていただきました。 はい、シムさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、ちょっと最初に申し忘れましたけれども、本日の質問なんですけれども、ぜひ、もし、あの、皆さんの中で質問がありましたら、あの、ま、あこのズームの下のウィンドウというか、下にある Q&A のボタンですね。ここから、ぜひ質問を投げていただければなと思います。で、あの、最後に、えー、Q&A じゃないですね。えっ、ー、と、パネルディスカッションの時間がございますけれども、その中で質問に対しては、まず答えて、その後に、そう、あの、 パネルディスカッションに入っていくと、そういうスタイルで本日は行きたいなと思っておりますので、えー、よろしくお願いします。それでは改めまして、清水さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、画面をお開始いたします。はい、はいえー、続きまして、えーまあ、今あの清水さんの方から インターオペラビリティに関する概要、概論ですね、概要を、えー、お話しいただきましたけども、じゃあそういそのインターオペラビリティに関して、ハイパーレッチャーの中ではどんなソリューションがあるのかということを、えー、次の2つのセッションで、えー、解き明かしていきたいなと思うんですけども、まず最初に、えー、富士通の、えー、富士通株式会社の、えー、藤本慎吾さんの方から、えー、カクタスについて、えー、お話をいただきたいと思います。それでは藤本さんよろしくお願いします。 はい、ご紹介ありがとうございます。富士通研究所の藤本と申します。本日は、えっとまあ、ちょっと短多少短めなんですけれどもあの、ブロックチェーン統合ツール、カクタスとトークンエコノミー実現の期待というタイトルで事実説明についてプレゼンをさせていただきたいと思っています。まずあの、私自身、どんなものかというとですねあの、まあ、富士通の肩書きを持っているんですけれども、 あのまあ、私自身としてはこの場にいるあの大きな理由は、あのハイパーレジャーの中で、ですねあの、えっとまあ、最近、ハイパーレジャーの名前がハイパーレジャーからハイパーレジャーファウンデーションという形になったんですけれども、まあ、こちらのガバニングボードの方を務めさせていただいております。 なので、まあえーとまあ、富士通としての、も,もちろんこういうあのブロックチェーンを盛り上げていきたい気持ちはあるんですけれども、Linux だとか、ハイパレージャーのコミュニティとして、このブロックチェーン業界全体を盛り上げていきたいと思っておりますので、今日のプレゼンもあのもちろんカクタスの説明もしますが、えー、とぜひあのまあ我々の取り込もうとしている目的に共感いただいて、ハイパレージャーの中で一緒に頑張っていきましょうと、そういう内容になっております。 まず、今このタイトルにもあります、ハイパーレジャーカクタスなんですけれども、1つ前の,あの清水さんのプレゼンの中でインターオペラビリティという言葉があって、もともとのプロジェクトを作るときには、このインターオペラビリティの問題をえと解決する、そういうプロジェクトとしてあの設立されました。ただ、チャータリングというんですけれども、そのプロジェクトの目的をこう明確にしていく段階で、我々がやろうとしているのは、インターオペラビリティの中でも、 えとまあ、ブロックチェーンを統合していくあの、つまり複数のブロックチェーンをつなぐだけではなくて、えー、とそれらを一体化して、一つのまとまったロジックがの、まあ、整合性の取れている、そういったサービスを作るための統合ツールを作ろうとしているんじゃないかということに結論付けられました。でそこで、あのまあ、この CACTUS というのは、このハイパレージャー、ちょっと今、図が変わってしまっているのであの、古い図にはなってしまうんですけれども。 ハイパレジャーのホストしているプロジェクトというのはいろんな種類のものがありまして、えー、DLT のレジャーテクノロジーやライブラリ、ツール、あと、まあ、ストキャドあったようなラボなんかもあるんですけれども、こういうさまざまな役割の中で、カ a タスはこのツールの部分で、まあ、ブロックチェーン技術そのものはもう別にあって、それをこう、えー、まとめていくための、使いやすくするためのツールというふうに考えています。でこのカクタスなんですけれども えっとこの右側にあるのがこのカクタスのアーキテクチャーで、えっと、まあ私が今、説明したように、さまざまなブロックチェーンテクノロジー、ベス、ボロー、ファブリック、インディ、イロハ、ソートゥースといったものを、えっと、まあそれぞれのブロックチェーン、良し悪しがありますので、それらのいいとこ取りをしたシステムを作る、そのためのツール、それがカクタスということになります。 でカクタスの特徴的なところは、インターオペラビリティの観点で言いますと、さまざまなブロックチェーンは、そのブロックチェーン単体でもちゃんと運用できつつも、えー、とそれらを統合したサービスというものは、えー、とユーザーがもっとずっとその簡単にあの、具体的には今使っているウェブサービスのような簡単さで使える、でその時に、えー、とそに使う先のブロックチェーンに関しては、えー、とソースコードレベルでその相続,接続性が確保されていて、 えとそのブロックチェーンの種類が例えばお金をイーサリウムだろうがビットコインだろうがあのそういったその、えー、とブロックチェーンの基盤に依存しない形で使えたらいいんじゃないかとそういうそのある種夢のようなことを実現しようとしているのがとということになりますで今の現在のカクタスの状況なんですけれどもあの、まあ、インターベルビティをあのテーマにしているブロックチェーンの中では比較的カクタスは古い。 とは言っても、あの、まあ、たかだか1年ちょっとぐらいの話なんですけれども、この Cactus はあの、まあ、いろいろな、えっ、ー、と、まあさ、えーと、私たち富士通と、あと、その、えーと、パートナー、このプロジェクト上の、えー、コースポンサーである a c c e n t i との、えっ、ー、と、e さんと一緒にこの Cactus、えー、の開発を続けてきて、えっ、ー、と、現在、そのバージョン1のリリース候リリース候補というものを出しています。 でこれはあの、えーとまあ、あのハイパレジャーという組織はあのできるだけその、えー、とデプロイメントというものをすごく意識していてあのさらにコードを作ったから出来上がりではなくて ちゃんとその製品指摘をするとか、あの実際のサービスに使っていけるようなサービスになった段階で、バージョン1ということが、ね、乗れるようになるので、ま,あ、まずはカクタスはそのえっ、ー、と機能的な部分はま,あまず一段落したんだけど、これからそのリリ,ースワンリリース候補っていうものが取れるようになるためには、この完成度を上げていく必要があります。 でその完成度を上げていく前に、その現状の予定した機能というのを1回フィックスさせたのが、今のこのリリース候補版という状況でして、も、えー、ともとあったファブリック、ゴーイーサリウム、ベス、コルダ、ソーゥース、エクスダイというものに加えて、今回、そのリリース版候補になった段階で、インディーとイロハという2つの新たなプラットフォームが追加されることになりました。 また後で少し説明しますけれども、このカクタスの価値っていうのは、なんとなくこう実際に使ってみないとわからないところもあるので、実際にいろいろなブロックチェーンを組み合わせて作ったサンプルアプリというものをお試し版として提供しております。これらの中には、車の権利を管理するようなカートレードや サプライチェーンのマネジメント、あのまあ、結局承認系の階層、えー、みたいなものを、えー、と実現したもの、あとは、えー、と片方のブロックチェーンでこうメータリングしているものを、それに対してお金を課金していくようなモデルのエレクトリシティートレード、あとは、まあ、あの今の話題でいうところの SDGs に感染した関連した、えー、とカーボンアカウンティングみたいなものがも、えー、ともとありまして、 これにさらに今回、ディスカウンティットカートレードと言いました、そのえー、と従業員割引っていうのを実ブロックチェーンで実現したらこんな風になるんじゃないのっていうような提案を作って、これは後でちょっと説明詳しく説明させていただきます。 でまあ、あの先ほど申し上げたように、あのカクタスのバージョン1はもう一応公開中なんですけれども、えーとまあ、その後そのコミュニティのサポートを得ながら、ドキュメンテーションの不備、まあ、具体的には分かりにくいとか作りにくいというところを直しながら、でかつてそのいろんな方、開発者が帰ってくると、コ、えード、まあのクオリティがかって下がることがあるので、そういうことが起きないように、えー、と改造する前にその、えー、とテストを行って、 あのコードのクオリティがちゃんとキープできるような仕組みも導入しています。ということで、ああ現時点ではなんですけれども、年度末ぐらいにあのバージョン1承認というのを目指して、CACTAS の方を,つくのをまあ開発を進めているというのが現状の報告になります。 でこの中でですね、まあ、ちょっと気になるところは、まあ、そもそもこのカクタスってあの何を実現するのかっていうところの価値をちゃんと説明しなきゃいけないんですけども、えー、と今は例え話で言うと、わらべし長者と言いましあ,の、えーとまあ私たちがやりたいことは実はお金をつあのなくしたいという世の中から。というのはその、例えばあの、わらしべ長者はアブ、拾ったアブを例えばあのお金に換算すると10円ぐらいなんですけど、それでとどまってるんじゃなくて、 相手が欲しがっているんだったら例えばミカんにとっかりとかって言ったようにその相手との,その合意が起これば、えー、といろんなその、えーとまあ、金を稼ぐのチャンスが増えるんじゃないかというのが我々の意見です。でこれを難しくしているのは実はその欲望の二重の一致といいましてあの自分の持っているものを相手が欲しがって相手が持っているものを自分が欲しがるっていうそういうことが重要なんですけれども。 これ、えー、とインターネットができるまではだいぶ難しかったんですが、今、例えばフリマとかオークションであのこういうことが簡単になるので、でそれを考えると、実はこの、えー、とお金を返せないトークンによる物々交換というのを実現すると、このわらしべ長女、現代版のわらしべ長女が実現できるんじゃないか、そこにその、えー、とブロックチェーンの技術が生きる道があるんじゃないかというふうに考えています。 で振り返ってみますとでトークンって、トークン化ってどこでも流行っているかというと、やっぱり今、イーサリウムでものすごく流行っていて、えっと、でこのイーサリウムの中ではいろんな試みの結果、やっぱりこの辺はある程度、えっと、ルールを決めていかないと無理なんじゃないかということで、えっと、ERC20 とか721とか1155みたいなさまざまな種類のトーカナイゼーションが実現されています。まあ、ざっくり言うととお金と 物の所有権、あとまあそれらをちょっと組み合わせて、えっと、セットで取引できてもいいなみたいな話があって、まあ、こういった標準ができそうになっているんですけど、まあ、これもその別のレベルでのブロックチェーンのインターオペラビリティということで今後、えっと、標準化が進んでいくんじゃないかなというふうに思っています。 でなぜイーサリウムでトークンが流行るのかというと、まああの、さっき1つ前の,あの、えー、とプレゼン、清水さんのプレゼンにもありましたけれどもあの、やっぱりこのお金を送っただけじゃ、多分物事っていうのはあの、えー、と成立しなくって、っと物を渡す以上は、それに対する対価みたいなものを引き渡す必要があって、まあ、これらを同時に行うことが必要ですと。 でえーとまあ、少なくとも現時点ではブロックチェーン同士のインターオペラビリティというのはあの技術的にはある程度あの確立されているんですけれども。 えとまあ、それを簡単に実現することができないんですが、イーサリ i ムに関しては、イーサリ i ムの中にそのスマートコントラクトという仕組みがあって、えー、とこれでその、えーとまあ、トークンの発行やその取引を eSARIM、まあ、ネイティブトークンと言いますけれども、えー、とイーサリ i ムっていうその仮想通貨でちゃんとやり取りできるので、えーとまあ、これはちょっとある種のズルとも私は思ってるんですけれども、えーとまあ、あのものの問い 定義と発行とあまあ、取引とそのお金のやり取りが一つのプラットフォームで閉じているからまあ、このイーサリウムの上でトークンが流行っているのかなっていうふうに考えています。で逆に言うとこの世界をその他のブロックチェーンでも作れればいいんじゃないのっていうふうに思うんですが。 そのまあ簡単にいかないのは、ブロックチェーンっていうのは、ある程度、仮想通貨はそのマイニングっていうあの信用があるから大丈夫なんですけれども、その他の,そのブロックチェーンっていうのは、意外とそのえとまあえと間がいものが多くて、これ、金融庁のホームページから取ってきたんですけれども、のその辺のリスクをちゃんと考えないと、分散システムというところの良さもありあ、悪い点としては、詐欺に遭いやすいということがあります。 でそういう意味で、我々の考えているところのトーク化の考え方としては、まあ、今の,のブロックチェーンの中で、ある程度その信用を、あのブロックチェーンの技術を使って信用を確保しながらも、えっと、今までの,その取引確定まに時間がかかりすぎるだとか、手数料がかかるとか、の価値を裏付けないとい,いうようなところを考えていくと、まあ、どうしてもそのエンタープライズブロックチェーンというか、プライベートチェーンの活用が必要なんじゃないかなというふうに思っています。 でその辺りはある程度技術的に個々の技術に関しては、えー、と解決策が出てきているんですがこれらをまとめた形というのがまだできていなくて我々の中ではこのインターブラリティの,の中で大事なのはオフチェーンの活用やトークン発行体の信用をどうやって取り込むかというところが大事だと思っています。でこの点に関しましてはあの、まあそのえー、と法規制やな何かでその、まあ、まずトークン発行体としてちゃんとまとめにやっていこうということが進み始めていますし オフチェーン同士の取引に関しましても、これはちょっとその、えー、極端な例なんですけれども、例えば宝石と絵画を取り替えるみたいなことが、そのお金を返せない取引っていうのをやろうと思うと、どうしてもその、えーとまあ、仲介する人が必要になってくると。 でこれがあの先ほどの清水さんのところであの説明していた、この仲介者をなくすっていうことが一つのアプローチで、それを実現する技術がアトミックスワップということになります。でただし、よく考えてみると、この TTP の部分っていうのは、信頼できる第三者っていうのは、ブロックチェーンの技術の中でスマートコントラクトという便利な技術があるので、もしかしたらこのスマートコントラクトをうまく活用すれば、 えとまあ、ちょい足しであのこの部分は実現できるんじゃないかというふうに考えています。で、これで出てくるのが、まあ、カクタスの技術なんですけれども、まあ、カクタスはこういうさまざまなブロックチェーンをまとめてあの、まあ、見た目上、一つのブロックチェーンに見せるということを目的としています。で、結局、このカクタスのアプローチっていうのは、他と何が違うかというと、まあ、そ,のそれぞれのブロックチェーンの信頼っていうのは、そのブロックチェーンの中で閉じてしまっているので、 それぞれのブロックチェーンの中に参加している特別なノード、バリデータというノードがあるんですが、こちらが電子署名でそ,のそれぞれの取引に署名を行うことで、その個々の,そのまあ信頼を切り出して、でその取り出した情報を使って、えっと、ブロックチェーンの取引を成立させようというのが確実なのアプローチになります。 これがどういうふうに生きてくるかと言いますと、例えばなんですけれども、今までのブロックチェーンというのは2つまでのブロックチェーンの連携が多かったんですが、今回作ったサンプルでは3つのブロックチェーンが連携しています。というのは、ファブリックで車の所有権を管理していて、お金の部分はイーサリウム。でさらに、アイデンティティといえばインディと言われるぐらい。 えっと身分保障についてあのゼロ知識を活用するようなブロックチェーンのプラットフォームがあるんですが、これらをまとめると、例えばえーとユーザーが私は、例えばうちの会社、富士通の社員なのでえと割引を受けたいですっていった場合に、あ負担は多分その割引券なんか持ってないので、社員証を出してしまう必要があるんですが、インディの機能を使うと、その中でも全部あの不要な部分を黒消しにして、富士通の社員だってことだけが確認できるようになります。 でその信頼を切り出して、でじゃあ、その富士通の社員だったら、この代金をえっとかけたらいいんじゃないのっていうようなその料金表が、ディスカウントレートとコーポレートレートみたいなものを用意しておくことで、この取引引あに簡単にその、えー、まあ従業員割引みたいなものを実現することができるようになりますっていうのが、今回のご提案になりますと でまとめなんですけども、c a c t u のプロジェクトの目的としましては、多分まあ他人の芝かとも知れませんけれども、イーサリルに流行っているトークンエコノミーを他のプラットフォームで、特にその、えーとまあ、法的に守られた世界で安全にやりたいというのが狙いになっています。で、まあ c t はそのための部品を提供するプロジェクトなんですけれども、大事なのは多分この部品なので、あのその部品を使ってこう一緒にあのトークンエコノミーを使っていくか、仲間作りをしなくてはいけないと思っています。 私たち富士通としましては、あのこのカクタスのこの考え方にある程度、共感いただける方とあの一緒にトークエコノミーを進めていきたいというふうに考えていて、まあ、このための、あのまあ、この今回のイベントもそういう仲間を探す一回だと思いますので、ちょっと時間延びては申し訳なかったんですけれども、ぜひあの皆さん、今日の参加者とも議論をさせていただきたいなというふうに思っておりりりまます。す。私からの説明は以上になりますあがとうございます。 藤本さん、ありがとうございました。えっと、後ほどね、あのパネルディスカッションがありますけれども、まあ、いろんな問題提起を今、藤本さんからいた,だきいただいたんで、改めて、そのパネルディスカッションの時間に、あのこういった部分を議論できていけばなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい それではですね、えっ、ー、と、セッションとしては次が最後になります。パネルディスカッションの前には、前のまあプレゼンテーションとしては最後になるんですけども、えぇ、ー、鳥海進さん株、株式会社データチェーンさんから、えぇ、ー、鳥海進さんと、あと、えー、佐藤亮さんの、あのー、お二人から、えー ハイパーレッチャー、ユイですね。あのハイパーレッチャーの、えー、インターオペラビリティ技術としては、まあ、あのカクタスのほかにもう一つ、ユイというのが今あるんですけども、そのユイに関して、えー、お話しいただきたいなというふうに思います。えー、それでは、えー、鳥海さん、佐藤さん、よろしくお願いしますあ。よろしくお願いいたします。株式会社データチェーンの鳥海と申しししまますすよろしくデーータチェーンの佐藤と申しますよろしくお願いいたします。 はいえっと、本日はですね、あの総合運用性プロジェクト、ハイパーレッチャーラボユイのご紹介というタイトルで、えっと、私どのもの6月にですねユイという形で、ハイパーレッチャーにですねあの総合運用性プロジェクトの方を寄贈させていただきました。えっと、その概要ですとか、あ今進行中のユースケースについてですねあの述べられればと思います。あのこのプレゼンでは、ですねあの比較的あの技術的なところは、あ さまった形でお伝えできればと思っておりまして、後ほどのパネルディスカッション、あるいは Q&A のところでですね、あの佐藤の方からもですね、いろいろサポートいただければと思っております。で、ゆいなんですけれども、あのこれまでご説明がいろいろあったかと思いますけれども、まあ、ビジョンとしましては、この図に書かれております通り、いわゆるエンタープライズのプライベートブロックチェーン をつなぐだけではなくて、パブリックのブロックチェーン、あるいはこの下にございますようなトラディショナルシステム、既存のレガシーシステムとの接続、これらをですね、フォーカス的に実現して、ですねデータであるとかビジネスプロセスの複数業界間をまたいだ自動実行、こういったものをですね、実現していきたいというふうに考えております。 すみませんえっと、それでですね、あの私どもあの株式会社データチェーンのものでして、私はあの事業開発のマネージャーをしておりまして、佐藤がですね、あのソフトウェアアーキテクトといったところで、あの技術的なトピックについてもいろいろカバーさせていただければと思っております。 えっと、この UI を含めまして、ですねあの総合運用性にまつわるですね技術開発、周辺ツールの整備、またユースケースの開発といったところをですね事業として行っているのがデータチェーンでございます。ええ繰り返しになりますけれども、ですねあの今回のアジェンダとしましては、まずすでにもうご説明がありましたので、あのここはさらりというところでインターオペラビリティの説明をさせてください。 その後ですね、UI に関する概要と、あとはその進行中の UI のユースケースについてお話しできればと思っております。で、あのインターオペラビリティです。あの比較的、えー、詳しく清水さんの方からあご紹介があったかと思いますけれどもあの、まあ、ブロックチェーンというもののアイデアというのは、あのいろいろな ステークホルダーがです、ね、あの相互検証をすることによって、まあ、ブロックを紡いでいくということであの何らかのシングルソースオブトゥルースが作れるといいなというところがあの目指したいところなわけですけれどもすべ、まあ、てのエンティティとかステークホルダーが1つの台帳に収まるということは難しいんじゃないかなと思っておりまして。 まあそれはあの業界の差もあればえ扱うものの差もあるあるいはまあえ地理的に分断された地域では別々のブロックチェーンになるといったようなことがあの起きるというふうに思っております。でですね、もともとそのおある取引についてですね、ブロックチェーンのネットワークの参加者が 相互検証して取り込むという作業をしているのに対して、まあ、外部からデータを持ってくるとそのデータについてはですねあの、まあ、相互検証されてないということになってしまうので,でそれをどうするのかというのが、まあ、インターオペラビティで解決すべき課題だというふうに考えております。であの一番こう安直なやり方としてはですねこの複数のネットワークの間にですね何らかのこう 信頼できる機関を置いてあげて、それがこちらのブロックチェーンではこういう取引があったからということを逐次教えてあげるということができればいいと思っているんですけれども、これもすべての参加者がその機関を信頼するといったような過程であるとか、あるいはその永続性ですね、ずっとその人が橋渡しをしてくれるのかといったところで、いくつかの課題があるというふうに考えております。 そこであの私どもあの、このトラストレスにです、ね、あのつなぐソリューションというものを開発して、えー、ハイパーレッチャーの,あのインキュベーションのところであるラボのところにです、ね、優位として、えー、寄贈させていただいております。であの現状、オープンソースであのどなたでもご利用できるという形になっております。であのいろいろあのモジュールに分かれているんですけれども、えっと、大きく分けますと、 あのその通信を担うモジュールとして、後ほどご説明させていただきますけれども、IBC モジュールというものがですね、各台帳ごとに存在しており、それでブロックチェーンをまず通信可能な形にしますと、その上にあのミドルウェアという形で、後ほどご説明させていただきます、クロスフレームワークというものを開発しておりまして、 これによって複数台長官にまたがるようなですね、スマートコントラクトの実行というものを可能にしております。で、現状ですね、IBC モジュールとしましてはですね、えー、ハイパーレッチャーファブリック、あるいはベース、あとですね、あのコルダを現状サポートしているような状況でございます。 それで、えっと、インターオペラビリティの実現方法のところをおさらいさせていただければと思っております。こちら、あの世界経済フォーラム等でですねあの分類されているものにのっとった形になりますで。先ほど申し上げた一番そのインターオペラビリティの実現として、えーまあ、ナイーブなやり方というところが一番左のこのトラステッドサードパーティーというものになっておりまして、まあ、あの中ほどにですね、 あの信頼できるオーソリティを置いて、えーまあ、情報の橋渡しをしてあげるという方式がございます。私どもはそれに対してです、ね、このリレー方式というものを、えー、採用しておりまして、まあ、信頼できる第三者機関に頼らなくてよろしいというのがあのいい点でございますであの。なんでそういうことができるのかというとです、ねあの、両方のブロックチェーンのですね、 まあエンドポイントにおいてですね、相手方を検証するというようなことをしております。すなわち、相手方のコンセンサスというものが妥当なのかということと、そのコンセンサスにどういったものが含まれるのかということをですね、オンチェーン上でそれを見てあげているということによって、この中ほどの第三者機関に頼らないということを実現しております。 右側にですね、えっと、HTLC、ハッシュドタイムロックコントラクトというものがございますが、えっと、これも、えー、第三者機関に頼らず、インターオペラビティを実現する方式なんですが、えー、やり取りできるのがですね、あのまあ、トークンのトランスファーである、まあ、そういったところがあの中心になっておりますので、あのそれ以外のいわゆる 一般的なスマートコントラクトを呼び出すという観点では実現できないというふうに理解しております。ちょっと技術的なところに立ち入りますが、その UI の中のアーキテクチャとして、こういったモジュールがございますというところをご案内させてください。いろいろとあるんですけれども、重要なのがですね、あの、 ブロックチェーン X とブロックチェーン Y のエンドポイントに存在するクライアントというものと、あとはですねあの情報をリレーしてあげるリレーヤーというものでございます。で先ほど申し上げました通りと、ねえー、こう X と Y が通信する場合においては、ですねあの X 上のクライアントというのは、ですね、まあ、Y に対するライトクライアントのような形で 相手方のブロックヘッダーであるとか、そのステートというものを検証してあげると。でえっとえー、通信の橋渡しに関しては、ですね、まあ、リレイヤーアというものを置いていて、これがですねあの2つのブロックチェーンにアクセスができる存在として置いています。一方で、先ほど申し上げましたとおり、クライアントが相手方のコンセンサスを 検証しますので、まあ、リレイヤーによる改ざんというものができないと、あるいは改ざんしたことに気づくことができるという観点で、安全性に関する過程を必要としないというところが、このアーキテクチャの重要なポイントかと考えております。で、その検証した上にですね、さらなる抽象化として、いわゆる、まあ、インターネットのプロトコルのような、 コネクションであるとかチャンネルあるいはパケットといったものの抽象化をしていて通信をしやすくするというのが由衣の一番下にある IBC モジュールというものでやっていることでございます少しあのまあ繰り返しですけどこれはちょっと参考でございますあのどういう情報をやり取りするのかといったところですけれども 相手方のブロックヘッダーであるとか、あるいは先ほどの抽象化されたパケットという情報を、ですねあの双方の台帳にアクセスできるリレーヤーというものがですね橋渡しをしております。それに対して、えーえー、エンドポイントにあるクライアントというものは、ですね大きく2つの検証を実行しております。1つ目がこの丸1番でございまして、まあ、そのコンセンサスに関して、えーまあ、バリデータ。 あるいは複数のバリデータの署名を検証するということによって、ブロックヘッダーが正しいということを検証します。で、それをですね、あのクライアントステートという、まあ、クライアントの中の状態ですね。そして、最新のヘッダーを応じして、まあ、以降の、新しいブロックヘッダーの検証に使っていくというようなことが、まず一つ目です。で、もう一つはですね、あのブロックヘッダーの中にですね、 まあ、ステートルートなどの、えー、状態に関するサマリの情報が入っておりますので、まあ、これを用いてですね相手方チェーンのキーバリューペアといったものが、まあえー、存在するかどうかといったところを検証するというようなあの大きく2つの検証作業をしております。でこれはあの、えー、各台帳によってですねあの状態の持ち方であるとか、コンセンサスアルゴリズムは異なっておりますので、 そこで個別の設計実装が必要となるパートでございます。であのデータチェーンとしては UI という形でハイパーレッチャーファブリック、ハイパーレッチャーベース、コルダーに対応したこういったモジュールを作ってリリースしているという状況でございます。IBC という言葉が何度か出てきておりますけれども、これ自体はですねあのデータチェーンのオリ,オリジナルではなくて、 パブリックブロックチェーンに詳しい方であればご存知かと思いますけれども、まあコスモスというブロックチェーンのインターネットを目指したプロジェクトにおいてですね、標準化が進められている通信の仕組みになっております。それであの先ほど申し上げました、その。 IBC のモジュールによってですね、えー、ブロックチェーン化の通信ができるようになりましたとたところの上にですね、私どもそのクロスフレームワークというミドルウェアを提供させていただいております。で、これあの、現在、優位には含まれていないんですけれども、えー、当社のレポジトリ上ではあの公開しております。で、今後、優位に含めていきたいというふうに考えております。 で大きくそのミドルウェアの中の機能としてはですね2つの大きなパートがございまして、まあ、1つはあのトランザクションの実行をコントロールするハンドラーというものがございますで、えー、これがあの、まあ、複数ブロックチェーンをまたがるですねトランザクションのコーディネーションを行ってあげていて、まあ、例えばその、えー、こちら X 上のあるコントラクトが成功したら Y 上の別のコントラクトを呼び出すといったような条件分岐であるとかあるいはアトミックスワップのようなこちら側で何らかの移転処理あちら側でも何らかの移転処理これをセットで実行しますといったようなハンドラ機能とあと下にございますロック付きデータストアというものがございまして あのまあ、分散トランザクションとかの話におかしい方であれば分かるかと思いますけれども、まあ、同時実行をするために、ですねあの各ブロックチェーン上でですね、まあ、中間状態、一時的なロックを取ってあげて、まあ、ロックがうまくいったらコミットしてステートを変えてあげると、でまあ、うまくいかなかった場合はアボートするといったようなことを実現するためのデータストアがございます。 そういったあのモジュールの話はよくて、それで何ができるのかというところだと思いますけれども、えー、複数チェーンにまたがるクロスチェーンのコントラクトというものがあの実現できるというふうに考えております。ちょっとユースケースに入る前に最後に、ですゆ、ね、いの,の設計原理のところをですねあのご参考までに触れさせてください。であの5つほど設計原理を挙げさせていただいておりまして、 まずはそのオンチェーン上での相互検証を実現するということで、TTP に頼らない通信ということ、あとはまた、IBC という規格に乗っとるということで、まあ、統一的なコミュニケーション仕様を提供しております。でまたそれによる副次的な効果として、ですねあのトークントランスファーだけでない、まあ、任意のデータとか手続きが扱えますということです。 あと4番目、5番目としてですね、あのまあ、あのブロックチェーン、オンチェーン上での,です、ね、あのモジュール提供ということで、えっと、新しい、えー、ユーザーとのインタラクションをする層であるとか、何らかこう信頼が必要なコンポーネントを入れないというところもあの設計ゲームとしてはあの大事なポイントかなと思っております。であの先ほどのカクタス、藤本さんからのご紹介ですと、まあ あのユーザーとしてはこう統一的に扱えるというエネフィットを享受する代わりに、まあ、新しいそのカクタスという層を導入しているというところが、あのカクタスとユイとの大きな差かなと思っております。ユーイ上ですね、まあ、クロスチェーンコントラクトを実行しようと思った場合においては、ですね、まあ、あの今存在するブロックチェーンの中から、えー、外側に存在するブロックチェーンのコントラクトを統括、まあ、的に呼び出すと。 いったような形で、えー、クロスチェーンの操作を実現しております。いくつかあのユースケースをですねあのご紹介させてくださいあの、えー。清水さんの例にもございましたけれども、えーまああの、一般的なクロスチェーンコントラクトを扱えるといっても、ですねあの現状においてはですねかなりそういうアセット トークンであるとかトークンにまつわる操作というものがあの多い状況だというふうに考えております。まず一つ目はその NTT データサマットですねあの、いわゆる DVP ですね、えー、アセットトークンと決済トークンのです、ねまあ、安全な取引というものを優位、えー、を用いて実現しております。セッティングとしましてはですね、えーまあ、輸出入の 権利関係を取り扱うプラットフォームをハイパーレッチャーファブリック上に構成して、もう片側ではです、ね、あの決済をイサリアムでやってあげようといったときに、まあ、輸入者輸出者の立場からすると、まあ、輸出者としてはその輸出物のアセットを輸入者に移動したいと。そこ,こでまあ輸入者はお金を輸出者にお支払いしたいということを同時実行するということが、 唯を通じて実現できるようになりましたというのが、えー、と1つ目の DVP 取引の例でございます。2つ目の,あの日立製作所様とやっているものになりますけれども、まあ、これも先ほどのものには近いんですけれども、えー、ERC20 と ERC721 をですね、あの一種のブロックチェーン上にあの置いてあげると。具体的にはハイパーレッチャーファブリック。 にまあ決済トークンえハイパレジャーベースに何らかの NFT を置いたとに、えー、アトミックスアップがあの実現できるということであの共同研究を推進させていただいておりますこちらに関しましてはですねあのちょっといつかというのはあるんですけれどもあの中身をですねまたオープンソースの形であの公開させていただければというふうに考えております。 とユースケースの3点目としまして、空、え、光、ー、様とですね、えっと、ハイパーレッチャーイロハ、複数のハイパーレッチャーイロハ基盤ですね、まあ、ここにおいてですね、トークンのやり取りに関して、えー、共同研究を進めさせていただいております。で、あの、まあえー、ユースケースとしては、さまざ、あ、まな地域通貨であるとか、CBDC に使われているイロハ、えー、を題材にですね、えー、例えばその、お ビャッコとバンダイといったような地域通貨間での相互乗り入れ、つまり、100、えー、しか持ってないユーザーが、バンダイを取り扱っているお店で、ま0 0個でお支払いをしたいといったような形で,で、受け取る側としてはバンダイを受け取るみたいな、まあ、そういったようなあのやり取りについて、ですね有意を使って、えー、共同研究を進めております。 でまあ、ここまでちょっとその、えー、トークンのやり取りというものが続きましたけれども、えー、もう少しですねあの一般的なクロスチェーンコントラクトというものも、えー、実現できればというふうに考えております。えー、先ほど藤本さんのの例でもあの複数の 3つ以上のブロックチェーンが絡むユースケースがあったかと思いますけれども、まあ、これを想定しているのは、あのいわゆる保険請求への自動支払いの実行ということでして、えーまあ、あの業界ごとに3つのブロックチェーンに分断してしまっているようなケースを想定しております。一番上に存在する、まあ、医療カルテなどを扱う医療プラットフォーム、中波動にある保険証書を扱うような保険プラットフォーム。 一番下にあるようなデジタル通貨基盤、これらが分断してしまっている場合において、ですね医療情報は登録されていくわけですけれども、保険に対して正しく医療情報があって、それに対して請求,に請求に対して OK ですということで、お支払いをするということでいうと、保険プラットフォームからその医療プラットフォーム上にですね疾病の問い合わせ。 えー、で、その不、えー、法疾病が存在するかどうかということを返していただく、でそれがよろしければ、えー、デジタル通貨基盤に支払い処理を投げるといったような、えー、こういう複数のブロックチェーンが絡む複雑なフローも、ですね優位を使うことによって実現できるんじゃなかろうかというふうに考えております。でこれ自体はまだあの進行できていないあの構想段階のーユースケースになります。 でえっと、今後ですね、あのまあ、タイムリーに DCJPY の話とかも昨日リリースされておりますけれども、まあ、デジタル通貨含めですね、いろいろなところでエンタープライズブロックチェーンが立ち上がっていくんだろうなというふうに考えております。UI を用いてですね、まあ、それらをつなぐことによって、新しい価値が作れないかということを現状を取り組まさせていただいております。で まああの業界ごとに立ち上がっていくところですけれども、例えばあの認証処理であるとか、あるいはチェーンまたぎの操作に関する監査、交渉といったような、まあ、共通機能みたいなものも出てくるんだろうなと思っておりまして、そのあたりを優位のモジュールとして拡張していくということも、今後やっていきたいことというふうに考えております。 であの一旦ご説明は以上となりまして、あのデータチェーン社としてはです、ね、まあ、こういった取り組みをです、ね、ウェブサイトであるとかツイッターでもご紹介させていただいておりますので、あのぜひご覧いただければと思っておりますで。こちらでご紹介させていただいているのはです、ね、あの採用に関するものでして、m、ま、e、あ、ミ t ティーという,うカジュアル面談のプラットフォームにです、ね、あのデータチェーン社として、えー、宣伝を出しておりますので、 もしご興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひこちらの URL などからですね応募していただければと思っております。以上でご説明を終わりとさせていただければと思います。ありがとうございました。リムさん、ありがとうございました。データチェーンさん、データチェーン社は今、積極的に採用されているということですので、もしあの、えー、この分野で活躍されたい方がいましたら、ぜひあのご応募いただけると。 いいいいのかなと思まますすよろししくお願ではですね、えー、ちょっと待ってね、っとえー、と今から、えー、パネルディスカッションですね、えー、パネルディスカッションというよりも Q&A プラスパネルディスカッションみたいな、えー、そんな位置づけになると思うんですけれども、えー、入っていきたいなというふうに思います。 えっと、まずですね、えー、まあ、進め方なんですけども、基本的にまあ今、Q、今、Q&A、いくつか、あの、いただいておりますけれども、まあ、その、まあ、質問に対して、まあ、まずはお答えをして、その後、えー、まあティ、パネルディスカッションに入っていくと。そういうふうに、えー、進めたいと思います。なので、えー、もうすでにこの、この時点で、ちょっと聞きたいことがあるという方がいましたら、ぜひ Q&A の中に、あの、書き込んでいただければなと思います。 で、あのー、もし、この Q&A を見ていただいてあ、自分もこれが聞きたいと賛同される方がいたら、ぜひ、あの、何ですかね、このいいねボタンみたいなやつがあると思うんですけども、それを押していただけると良いかなと思います。あの、いいねがたくさん、あのー、あるものに対して、まず、あの、えー、優先的に答えていきたいなと思います。で、えー、まず、えー、最初の質問ですね。最初の質問、鳥海さんの家に猫がいらっしゃる <laughs> お願いしますか <laughs> 猫いるんですかすみませんあの、0歳の娘がおりまして、<laughs> ちょっとすみません。いの、いえ。いえ、ね、なんかほっこりしますね。<laughs> すみません、ええ。はい、まあ、あの冗談はさておき。えー、とまず、えー、質問としては、ファイナリティと取引、これはゆおそらく結衣に対する、えー、質問だと思うんですけど、ファイナリティと取引コストについて知りたいですという、えー、質問なんですけども、えー、いかがでしょうか。 こちら佐藤さんからのあれですか、ね、コストと,とおっしゃってるので、まあ、イサリアムをイメージされてらっしゃると思うんですけど、その、まあ、なんていうか、外産のガスコストといったところですかね。ちょっとそうですね。これは進めさ,させていただければと思います。オンチェーンライドクラント検証方式の実は弱点でして、えーまあ、ファイナリティ自体はその相手の台帳がどれぐらいの ま例えばイーサリアムでしたら確率的なファイナリティですので、その、どれぐらいブロックが閉化すれば、その状態を良しとするかっていうのは、そのクライアントの設計者、まあ、使用者が決めるものになります。例えばなので、まあ、24ブロック回こうとか、まあそういう判断をビジネスロジックとか、まあ、あるいは受け入れられるリスクによって設計するということがありますが、で、取引コストに関しては、現状のイーサリアムですと、えー、単純なイーサリアムから まあ、例えば、ファブリックへトークンを転送していくだけのコストで、確か数万円ぐらいはかかったような気がしていまして、えー、結構なコストになります。で、その取引の金額のコストもさることながら、まあ、あのブロックチェーン上で動かせる、その、なんでしょう、コードの実行時の、なんでしょう、画数の制約とかもあったりするので、えー、実はこのあたりはあの、弊社でも割と今、直近で取り組んでいる課題でして、 えーまあ、今後は少しずつそのなんでしょうオンチェーン検証しつつ、かつ取引コストも下げられるような,、まあ、なんでしょうロジック面での改善等も行っていきたいなと思っております。はい、なので、そうですね結構まあ、現状ですと IBC を使った、えー、取引コストというのはトラステッドサードパーティー方式等に比べると高くなりがちだと思います。なるほど。文脈としては。あの 今、パブリックブロックチェーンでの話をさせて,いただいておりますので、ちょっとなんでしょう、ハイパーレッチャーのミーティングとしてはですね、<laughs> あのま、ハイパーレッチャーのようなコンソシアム型ブロックチェーンであれば、あ今言ったところの課題というのはあのミニマイズされるかなというふうには思っております。はい、えっと そうですねまあ、この質問者の方、あの今の、えー、答えでよろしいでしょうか。でもし、もしあの何か追加で質問があれば、ぜひあの投げ込んでいただければなと思います。でえっと、それからです、ね、次の質問としては、パーミッションドカッココンソーシアムチェーンに、パーミッションのチェーンにおいてリレイヤーを務めるメリットってどういうものがあるんですかという質問なんですけれども、これも優位に対する質問ですね。 インセンティブベースで自らいるというよりは責任,と責任として課されるような役割になるんでしょうかという質問なんですけども、こちらお答えいただけますか、はいえっと、まず、まだ決まってないというのがあの実際のところで、あのおそらくそのコンソーシアムチェーンでこうインターペラビリティを実現することによって、何らかのこうビジネスバリューが生まれるんだろうなということなので。 まあそれを分配した形でリレーヤーを務めていただくというところであのこの中村さんのご質問にあるこの2つ双方あり得るかなと思っております。まあ、インセプティブベースであの分担するということもありえますし、まあ、あ,のある程度のリレーを立ち上げるということを責務として定めるということ双方あり得ると思っておりますはいありがとうございます。 中村さん、よろしいでしょうか。はい、えー、それから次の質問に行きますね。えー、双方ともにユースケースの紹介がありましたが、実証、実証試験ではなく、商用実サービス化されている例はございますかですね。これはまあ、ユイおよびカクタスに関してだと思いますけども、藤本さんおよびあの、ドリームさん、このあたり、実商用サービスっていうのもあるんでしょうか じゃあまずカクタスのプロジェクトとしては、まだちょっとそういうい実証実験も含めてまだまだなんですけれども、アクセンチュア、富士通双方とも、あのまだ、あま、ちょっと、えー、説明できるものばかりではないんですけれども、えーとまあ、それの元になっている技術では、それぞれ実証実験等々はやっておりますということになると思います。 ただ、まああの、先ほど私のプレゼンの中でも申し上げましたけれども、やっぱりあの現状でいうとあの、2社とか3、まあ、すごく少数でやっているところがあって、あのまあえー、望むところであればあの、3社以上とか、そういったプロジェクトの実証実験をぜひやりたいなというふうに考えていますという、そういうステータスになります。はい、ありががとうございいますすリウムさんいかがですかで そうですねあの、端的にお答えすると、まだないですということになります。あの先ほどの,の NTT データさんの例なんかは、まあえー、まだ全然実用化ではないんですけれども、あのそ,のそういった中ではあの比較的こう実用化を見据えたところに存在するのかなという所感をデータチェーンとしては思っておりますが、えー、現状ではまだでございます。はい、ありがとうございます。 えっと、今のところ、えー、質問が上がってるものに対しては全てお答えできたのかなというふうに、えー、思っておりますので、えー、っと、ひとまずここから、いわゆる、いわゆるそのパネルディスカッションという方にこう入っていきたいなというふうに思うんですけども、で、 あの、まあパネル、パネルをしながら適宜皆さんの,あの方からあの質問をいただきたいなというふうに思います。で、あの、じゃあパネルを始め,に、まあ、あの始めるにあたって、あの、まあ、先ほどあの藤本さんの方から結構ね、あの、いくつか、あの、問題提起が、あの、いろいろ、まあ、藤本さんのプレゼンの中でこうね、あの、いわゆるブロックチェーン、様々なブロックチェーンを使って、物を流,流通させて、で、かつその、まあ、あの、お金を流通させていくという、まあ、ビジネスモデルを作っていく上で、まあ、いくつか、まあ、いろんな課題が ありますよというところを、まあ、藤本さんの方からいろいろ問題提起をいただいたかなと思いますので、まあ、そのあたりを軸にまあこのパネルディスカッションって展開していければなというふうに思うんですけどもあの藤本さんあの、えー、プレゼンの中であの言われていた、まあ、いくつかあの、まあ、課題今課題とかを感じている部分が、まああ,のえー、あるとおっしゃっていましたけども、まあ、そのあたりこうまたあの このパネルのメンバーで、ちょっとこうね、あの議論を深める上で、少しもう,あの、えー、もう一度ですね、ちょっとサマリーするような形で問題提起いただけるといいかなと思うんですけどいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと画面を借りて、あのちょっとまあ言葉だけじゃちょっと難しいので、画面を借りて紹介させていただきたいなと思ってるんですけども、よろ<あ>しいですか、ね了解です。はい。はい、よいとですね、まずは、 一つはですね、ちょっとまあ本当にページでいい、あ、今画面共有できてるんですよね、これで。えっと、まだできてないです,、ねあま、だですか、ごめんなさい、すみません。はい、はい、これでいいですね。ええ、あ、ちょっと横の画面がちょっとあれなので、えっと、はい、まあちょっと画面切れちゃってるかもしれないんですけども、あの、まあちょっとだから、あのまあ3人のプレゼンに共通している部分ではあるんですけども、やっぱりの、 えと現実世界とのギャップっていうルールとのギャップっていうのにすごく、まあ、私自身が苦しんでいてあの、まあ、例えばあの、えー、と NFT っていうのは、まあ、日本のルールでいうとまだちょっとその取引を、ね、あの合法的にやるっていう仕組みがまだな,いなかったりもするんですけどもあのトークの中では多分一番現実味を帯びているのは あのセキュリティートークンっていうその債権をデジタル化したトークンっていうのがあってあのまあ STO っていうものが、まあ、これから立ち上がろうっていうそういう状況だと思っていますでただあの、まあ、これは多分その今の、えっと、日本の,あの法律でいうとまあ今のなんかで言うとガイドラインなんですが、えっと、そのブロックチェーンの上で管理されるあの権利というかあのまあ 財産です、ね、価値が、えー、と誰かによってちゃんと保証されなきゃいけないっていうそのブロックチェーンの本質的なその分散管理っていう考え方とのあのやりっくりがすごく難しい部分があるかなというふうに思っていてでその、えー、と価値の保証っていうのはあのまあ例えばカクスの場合はまあ、もうどちらかというと とというと変なんですけどそれぞれのブロックチェーンに任せてしまっていて、えー、とこのブロックチェーンでは発行体が担保しますこのブロックチェーンではパブリックなのでマイニングが担保ですというふうに分け,分けて、まあ、その部分をこう、えーとまあ、それに合意できる人たちだけであのピアトピアで取引しようというアプローチを取ろうとしています。 でまあパネルスの皆さんにちょっとご意見として伺いたいのはまあこういうそのえっ、ー、と価値の保障っていう考え方についてインタープラビティってどういう役割を果たすべきかっていうご意見をあのぜひ交換させていただきたいなと思ってるのでその辺のご意見いただけたらありがたいと思っております。はい藤本、えー、さんありがとうございます。それではあのちょっとこの辺りに関してですねあの、えー、LTT データの 清水さんおよび鳥海さん、何かご意見、もしくはなんかフィードバックもしあれば、まずいただきたいなと思うんですけども、いかがでしょうかあでは、えっと、n t d データ清水から、今お話にあった、ま、価値の保障について、インターオペラビリティがどのように寄与するかという話だというふうに思うんですが、えっとま、寄与するかというよりも、ま、価値の保障に対して、 でインターオペラ価値を保証しないといけないというものに対して、インターオペラビリティは逆にそれが、ンタービルと使うことによって、そこを乗り越えないといけない課題として見えているかなというふうに思っておりますと、つまりあの、まあえっと、非中央集権的な概念というか、えっと、モデルで作られた各ブロックチェーンを、えー、逆に中央集権とか仲介者を排除した非中央集権的なシステムを 仲介者を排除して、ブロックチェーン間の価値移転をするっていうのは非常に難しいというふうに思っていて、非中央集権で作ったからこそ、なんか矛盾が発生しているのかなというふうに思っていますと。で、あの、私の、あの、えっと、資料でも説明した通り、あの、A で、A の台帳で行われたことと、B で台帳で行われたことを確実に同時に移転させるっていうのを誰が保証するんですかっていう、非中央集権的な分散システムの中で、 仲介者を立てずに誰が保証するのかっていうのはインターオペラビリティの技術を考えていく中で超えないといけない課題だというふうに思っていて寄与するかというより逆の視点を清水としては持っているかなというふうに思っておりますその価値の保障っていうことを、ね、その考えるときにちょっと、ね、あの言い方変えましょう。カクタスと あの、ゆい。まあ、今回ね、あの、二つの、あの、えー、テクノロジーに関してプレゼンいただいたわけなんですけども、そのインターオペラビリティを実現する手法って二つ異なってますよね。かたや、あの、えー、カクタスという、あの、新たなね、あの、レイヤーを、あの、中間に存在させるというカクタス。それから、あの、それがないで、あの、えー まあこういうい 2, 2つの,そのテクノロジーが今存在するわけなんですけどもじゃあその,かその、えー、価値を保証するということを念頭に置いたときにこっちがこういうふうに強いだとかこっちにこういう、えー、アドバンテージがあるこういう違いがあるみたいなものってあったりするもんなんですか えとまあ、カクタスもユイもハイパーレジャーの同じアンブレラの中にあるので、えーとまあ、共存可能な技術だなというふうに思っていてどっちが強いとか弱いとかって話であ,の、まあ、あまり議論したくないというか。<laughs> そ,うですね、そこはあるかなとは思いますと。で、一方で、あの少しそのカクタスが少し誤解されやすいところで、今のその、えー、とサマリーの中で、えー、と出てきたところなんですけれども、まあ、カクタス、中間層はありますよって言ってるんですが、えー、と実はあのカクタスそのものには層というものは存在してなくて、あのまあ、解決しようとしているところは割と優位にむしろ近いんじゃないかなっていうふうに思っています。っていうのは あの実際にその作られたもの、いろんなパーツに分かれてるんですけれども、あのいろんなブロックチェーンに対応するっていう部分は、ユイの,の場合は IBC っていう一つの統一的な仕組みがあって、プロトコルレベルでそれを統一しましょうと。で、カクタスの場合はあの、それ多分難しくて無理っていうふうに、あの少なくともカクタスを作った時点ではそういうふうに判断していて、えー、とコミュニケーション手段も一つに絞ってなくて、今のところ、 えっと、オープン API とソケット IO と GRPC って3つの,のコミュニケーション手段を用意していて、その上をの、まあ、メッセージがやり取りされるようになってるんですね。で、あと多分、その発想でかなり優いと近いなと思ってたのは、あの実はその、えっと、渡ってくるメッセージには何も意味がなくてあの、ブロックチェーンのデータがそのまま流れてくるんですよ。で、ただそのデータがどこから来たかっていう、そこだけはさすがにちょっとあの信用できないんで。 HTTP のマナーにのっとって、えー、とバリデーターが自分たちの,あの,その署名をします。でただそれはあのデータが正しいっていうんじゃなくて私がそのデータを取ってきた本人ですよっていうようなそういうあの発信者認証みたいなものをしていてで中身は結局このブロックチェーンの中で 解釈してこの、えー、とカクタスの場合はビジネスロジックというあのところがあるんですがそこは実際にデータをパースしてやったりしているのであのそういう意味でも今日のプレゼンを見てすごく確信したのはユイ、まあ、とカクタスってもうすごくあの似たアプローチなので、まあ、違うのはむしろひょっとしたらこの通信プロトコルだけだとするとですけどもあの、まあ、お互いに活用し合うというようなパターンもあるんじゃないかなというふうに思っていて。 あのまあ私としてはあのまあいい共存の形をこれから探っていきたいなっていうふうに思っているっていうところです。はい。あ藤本さんありがとうございます。あのそうですねあのまあ、えー、まあ私のご質問の意図としてはそのなんですかねその、えー、どまあ使い分けというのはどうだろうかっていうそういうポイントだ、えー、そうですね。その、はい、その保証そのいわゆるその価値を保証するという意味においてどういうふうにそれぞれ保証するのかなみたいな。 なんかこう、その、うん、やり方に違いがあるのかどうなのかっていう点がね、ちょっと私ちょっと私、分、えー、かってます。あの、だからそういう意味では、あのちょうど振っていただいてよかったなと思ったのは、うん、あの、まあ、カクタス、割とね、あの全体像で説明することが多いので、誤解されやすいので、そういうところで、あの割と近い技術ですよっていうことを認識いただければありがたいなと思いました。はい、ありがとうございます。 あの、トリミさん、それから佐藤さんの方からも何か、その、い,いわゆるその、えー、価値を、ブロック、あの、いわゆるその、えー、資産価値を保証していく、そのチェーン間、また、またがったチェーン間で保証していくという点において、あの、何か、ね、今までこう優位を開発してきたりだとか、実際にこういろんなこう、あの、R&D をしていく中で、価値、あの、えー、その点に関して課題を感じた点とかってありますかで、それと、それに対してこういう、あの、解決手法を、あの、実はあの、 えー、用いたんだみたいなものがあれば、ぜひ、あのー、伺いたいんですけどいかがでしょうかあ。ありがとうございます。えー、ちょっとあの清水さんのおっしゃったことに重複してしまうかもしれないんですが、えっとまあ、インターオペラビリティということで、まあ、ブロックチェーンないし、ブロックチェーン以外のシステムをこうつなぐということを、まあ、有意になっておりまして、それがその、なんていうんですか、ね、保証にこう何かこう追加で、 えー、さらにこう保証されるぞというのはなかなか難しいのかなと思っております。一方で、移転する際にです、ねあのーまあ、エスクローのようなところにこう預けるというと、まあ、そこでなんというか、こう一旦もともと保証されていたものがもうなくなってで移っていくというところになると思っております。でこれをできるだけ廃止したいいなというのが、あのー 有意,ないし有意のユースケーススケで実現したいいことでございます、ね、ですので、まあ、IBC のような形で、えー、ちゃんと通信ができています。その上でクロスフレームワークで、えー、取りはぐれのない、えー、コンピューターコードが実行できていますということを、まあ、あのネットワーク参加者がです、ね、皆さんあの検証できるような形でエス、えー、クローの役割をな,というかなくしてもともとそこに存在していた 手数料であるとかそういったところをですねあの下げていきたいなというのがあのビジョンであり今や,やっているところでございますなるほどちなみにあの質問の中であの結衣の名前の由来を知りたいと <laughs> いう質問があるんですけど、はい、あのあのなんかあるんですか CTO の木村という人間が命名したんですけれども、あのまあ、漢字で「結ぶ」と書いて、な、えー、るほどえと音読みですかね、由衣はい、はい、になるということで、<ー>訓読みかなごめんなさい、まあ、言優という言葉になりますので、その「まあ、結ぶ」ということをお、まあ、日本語で表現して、優衣ということであの名前を付けさせていただいております。 あの質問者の、ね、方の,あの想定とぴったり合ってるということですね。あのええ、決して荒垣ゆいさんのごファン、荒 <laughs>、ね、垣ゆいのファンだった <laughs> そういうもんでゃないと。こハイパーレッチャーファミリーの製品が結構布製品が多いので。 まあそうでもないんですよ。あ<ー>まあカクタスみたいなものもあるんですけど、<laughs> <に>あとアーサーとかもあるんで、あのまあ、でも布を、ね、イメージさせるとか、繊維をあの、まあ、結びつけるっていうところはすごく強くて、あの好きな名前のシリーズだと思います。<laughs> ちなみにカクタスはあの会場、このプロジェクトのは、うん、走り出したのが。 アリゾナの砂漠の中だったのでサ、そこにサボテンがあったからカクタスと。まあ、それは置いといてですね。<や>すね結構安直な付け方だったんですね。ああれ、サボテンだみたいな感じで。じゃあ、カクタスだみたいな感じですか。<laughs> じゃあちょっと、ちょっとね。あのえ えー皆さん Q&A もし今ここまでの中で何か Q&A もしちょっとこれを聞きたいなというものがもしあればぜひこの Q&A の方に投げ込んでいただけると良いかなと思います。で、それまであの、まあ私の方であの、パネルディスカッションを進めていきたいなと思うんですけども。で、実際にあの、一番冒頭清水さんの方からまだまだその、ええー、 このいわゆるインターオペラビリティって一体こうねどういうところで使われるんだろうあの実際にこのインターオペラビリティじゃなきゃダメなんだみたいなユースケースがなかなかこう見当たらあの出てこないみたいなそんなあの話がありましたけどもなんか個人的になんかこうブロックチェーンのビジネスってもうインターオペラビリティありきのようなそんなようなイメージは実は僕してるんですよねで例えばそのやっぱりこう 何かのチェーン、チェーン A のビジネスモデル、チェーン B のビジネスモデル、それからチェーン C のビジネスモデル、いろんなこうチェーンが世の中には存在していて、で、あのそれらがこう、えー、繋がることによって初めてね、本質的なこうブロックチェーンの,あの価値が、あのー、出てくるんじゃないかなというふうに、あの僕はこう個人的に思ってるんですけども、そういうものがまだこう、ねあのー、出てきていない っていうその、えー、最大のこう課題っていうのはこれがやっぱり技術的なものなのかもしくはねあのそれをこうあのまああのね藤本さんのねあの,あの、えー、問題提起の中にもありますけども法整備的なものなのか、まあ、このあたり皆さんどう感じているのかっていうのをちょっと実際伺いたいなと思うんですけどもいかがでしょうかあの藤本さんからで分でやっそうですね ま,あまず一つは、やっぱりまだ取引ってことにとらわれすぎちゃってる気がちょっとだけしてるんですけどね、な、あ、ん、のー、でしょう、も、えー、ともとブロックチェーンのね、あのザ・ブロックチェーンという世界からイーサリウムになった時に、DAO っていう考え方があって、あの結局、人間がいなくても自動運用していくっていう考え方があって、あのそこが多分その省力化とか、省人化ってところに貢献するんじゃないかっていうふうに言われてたと思うんですね。 ただ実際に今我々がやっているほとんどの仕組みっていうのは、えーとまあ、取引まあ普段店でやっているようなものの売り買いとか価値の交換ってところに閉じてしまっているので、まあ、そういう意味では我々がこの先そのインターオペラビリティを活用していく中では例えばまあ証券だったらあの利子をちゃんと払ってくれるとかあと株主総会みたいな時に投票権をちゃんと配ってくれるとかっていったその 派生サービスっていうところまで広がって初めて出てくるような話があってでそれは多分その今日のプレゼンだと私たちの方でも出してたものもあったし、うん、ゆいさんのプロジェクトでもなんかそういうあのユースケースがあったと思うんですけど何かを起点にして別の取引があるっていう3つ以上のブロックチェーンがまだまだちょっと少なくてそこがこう一般化してくるとぐっとそのパイが広がるんじゃないかなっていうふうには思います。うん それっていうのはやっぱりこう課題としてそのブロックチェーン、ブロックチェーンというこうテクノロジーを使ってビジネスに参入してくるプレイヤーがやっぱ少ないからそういったね、その3つ以上のそのビジネス、あの、組み合わ、せ物をね、チェーンを組み合わせてビジネスをし、ビジネスとして成立していくっていうものができづらいということなんですかね。 一つは多分それもあると思います。ただもう一つは多分みんなが信じるほどそのスマートコントラクトってスマートじゃなかったりするじゃないですか。<laughs> そ,こがそこが多分その、まあ、何だろうみんなのギャップになっちゃってるんじゃないですかね。例えば、利子支払うって言ったってあの誰に払ったかなんて覚えていられないし、うん、あの多分それって多分スマートコントラクトだけじゃ多分できなくてあのいわゆるブロックチェーンオラプルが関わらざるを得ないと思うんですね。 も、まあ、ちろんそればっかりじゃなくてちゃんと安全に確実に届けるっていうようなそういうそのスコープもあるだろうからそういう意味ではあの、まあ、あのカクタスと例えばユイが共存できる部分ってそういう部分でそのもう少しその、えー、と信頼できる人を置けるような場所では、まあ、カクタスの部分もあるだろうしその末端の部分で確実にお金を、えー、と他の人に取られないように送るあ,のあるいは。 中華社に入っちゃいけないようなユースケースが出てきたら、そこはこう,うまくブロックチェーン同士であの、まあ、そこをあの緩くつなぐってことができるんじゃないかなっていうふうに考えていて、まだそういうそのフレキシビリティがちょっとブロックチェーンにも足りないっていうのは2つ目の理由なんじゃないかなっていうふうになるほど,なるほどあの清水さん、鳥海さん、それから佐藤さん、何かコメントありますかこれから、ね、こう3つ以上のチェーンがあのどんどんつながって新しいビジネスがどんどんこう盛り上がってくるみたいな世界を実現する。 上でこれが課題だなみたいなふうにこう感じている部分っていありますかいかいがでしょうかその個人的にはあ,あんま技術トピックではないんですけれども日本国外でしたらすでに分散型金融みたいなものがまあ施行されていてあの別にまあ3つ以上の台帳でっていうわけではないにしても複数まあ3つ以上のアプリケーション、うん で複雑な何でしょう金融取引を行うというのはすでに実例としてはあるんですね。ですので、まあ、こういったものを例えばまあ国内でもまあ試してみようとすると結構法的なまあ規制が多かったりするというのはあの個人的には少し課題感があるなと思っています。なるほどで仮にこの辺がその法的に特に制約がなければ、まあ、単純に技術あるいはビジネスユースケースだけの整理で 実際にトライしてみることもできるんですが、まあ、現状、ここにまあ規制が強いとなると、なかなかこれをやりたがるお客様もいらっしゃらなかったり、まあ、ちょっとなかなか手を出しづらいというような印象を持たれていることもあるので、まあ、個人的にはこの辺が少し緩和されていくか、もう少しまあ議論が進むといいのかなと思っていたりします。なるほど清水さん、追加でコメントございますか、この,この分野に関して。 はい、そうですね。自分は、あの、最初に、あの、藤本さんがおっしゃったように、えっと、まず、えっと、これまでブロックチェーンが今、個別最適的にですね、あの発展してきて、まあ、バラバラと存在しているのは、ブロックチェーンの技術目線で、これを使ったら何ができるんだろうって考えると、うん、あ、お金が管理できるなとか、まあ、権利を管理できるな、みたいな形で、いろんな、まあ、あの、特徴を持った、えっと、ブロックチェーンが、 え、発達してきたのかなというふうに思っております。で、ちょうど今、あの、まあ、こういったユイとかカクタスとか、他のあの、インターオペラビリティの技術が発展してきた背景として、あれ、権利を管理してるだけでどうするんだっけとか、お金を持ってるだけでどうするんだっけみたいな、うん、ビッグカメラで、あの、商品買って、それをビットコインで払うっていうのでもいいんですけど、その物を買うっていったところが、チェーンで管理をされてるときにどうするんだっけっていうのに気づいて、つながないといけないというふうな考え方が出てきて、 で、つないでいくと本、本来やりたかったというか、まあ、えっと、実際のあるべき姿のサービスが見えてくるっていう意味合いで、あの、まだ、えっと、まさに今、インタープラビティの技術がたくさん出ていることがイコール、えっと、これからの、えっと、ブロックチェーンの2つ3つをつないでサービスが運用していくあっていう世界が、えっと、意味付けなのかなというふうに思っておりますと。 でそこでの課題っていうのは技術的なところももちろんあるというふうに思うんですけれども、非常にあの、えっと、いろんなインタープロイテインの技術っていうのは発展してきている上で、まあ、普及しないっていうのは、佐藤さんがおっしゃる通り、法的なところが大きいというふうに思っていて、まあ、先ほど少しあのデータチェンジさんのえっと資料にもありました、我々 NTT データとのえっと共同研究の中で、まあ、何かアトミックスワップをするっていったときに、 権利の移転とトークンの移転を一緒にするときに意思表明した、一、まあ、回意思表明するだけでそれお金を移していいんですかと、まあ、法的な観点で、あのお金を払うっていう、うなんですかね、あの意思表明ではなくて、同時移転をさせるという意思表明って、それは本当に有効なのかという法的な 法律的なリスクとか考え方みたいな、まあ、細かいところでも法,、えっと、法的なところとのぶつかりっていうのはリーガーリスクっていうのが出てきてそれを全部取っ払ってビジネスモデルを作るっていうのが非常に、まあ、あのここ日本では今ハードルが高いと,いうところがあって普及、はい、の課題になっているというふうに思いますなので、えっと、時代としてあの発展していくというかあの今盛り上がっているところなんですけどあと一方 といったところが法的なところが一つあるのかなと思っております。なるほど。あのいくつかあの参加者の方から質問がいただいております。えー、まず一つですね。えー、ポポルポルカドットなどと比べた時の優位や格差の違い、利点はどういったところにあるんでしょうかというあの質問が今来てるんですけども、あのどなたかあのお答えいただけますか。じゃあまずはあの格差 <laughs> の方ですけど、あのえっ、ー、と。 通信の手段っていう観点では似た技術だし、あと、まあ、ポルカドットはどちらかというと、 あのパブリックっていうパブリックチェーンとつなぐっていうことをよ、まあ、しというか逆に言うとプライベートを排除してもちゃんとこういうこれだけできますっていうそういうプロジェクトだと思っていますのであのその部分では同じかなとで一方で、えっと、私の理解の中ではポルカドット自体はその処理のロジックみたいなものを自分たちでその、えっと、同意が取れる形でできないというふうには考えていて。 あのさっき私の方で問題提起させていただいたように、そのブロックチェーンがうまく広がらないのは、スマートコントラクトに限界を感じて、減滅している人が多いなっていう中で、えっと、リスクも許容しながらも、あのそういうその複雑なロジック、具体的には例えば取引レートだとか、あとその、えっと、この えとこの証券の,管理はあの価値は本当にその家に結びついているのかどうかっていうその、えーとまあ、ブロックチェーンの技術で解決できない部分をあの社会システムとうまくやり取りしていこうっていう、そういうその現実的な回としてカクタスっていうのがあるんじゃないかなっていうふうには理解しています。 えそうですね、えー、とユイとデオポルカドットに関してお答えしますが、あのまあ、ポルカドットとあのそのユイがベースにしている IBC というのはよくまあ比較されるんですが、IBC 自体は各大腸の,のコンセンサスは独立しているという仮定を置いています。なので、あの相手の大腸のコンセンサスを信頼して、えー あくまでそれを検証するというのが IBC や u イの考え方なんですが、ポルカドットの場合には、まあ、あの最終的には一つのチェーン上で、えー、何だろう、他の周辺のチェーンのコンセンサスを守ってあげるというような、まあ、ネットワークの仕組みになっているので、その個々の,そのポルカドットの個チェーンのセキュリティというのは、その親のチェーンで守るようなネットワークの構成になっているという点が一つ、まあ、違うのかなと思っております。 あと、ポルカドットはメッセージバスみたいな性格が強いですよね。中身に関しては知らないけど、とりあえず右から左に渡すっていう、そこの確実にやる、そういう、あの、割と単純なというか、あのシンプルな仕組みになってるのかなっていうふうに思ってます。逆に言うと、結のね、考えられている、そのブロックチェーンのそれぞれのセキュリティっていうのはすごく大事だと思うし、そこは譲っちゃいけなくて、カクタスもそこはあ,のある程度、あの、 アプローチは違いますけど、あの、その、フィロソフィーに関しては、あの、合意入れができて。あの、やはり、その、それぞれのブロックチェーンで、あの、なった、その、ブロックっていう単位で。えっ、ー、と、まあ、信頼を受け取って、渡すということは、同じようにやってるのかなというふうに思っています。ありがとうございます。えー、質問者の方、これで、いかがでしょうか。はい、では、えっ、ー、と、次の、えー、質問が、質問結構、は、来ましたね。あの、いくつかあります。 えっと、次はですね、ゆいのまあバリフィケーションの手法に関してですね、その、ゆいはブロックチェーン間だけじゃなくて、ブロックチェーンとトラディショナルシステムをターゲットにしているということなんですけども、あの、まあ、ブロックチェーン、ブロックチェーンで、えー、ライトクライアント、ライトクライアントで相手のブロックチェーンをバリ,バリフィケーションするのかという点ですね。で、えー、ブロックチェーン、トラディショナルシステム間ではどんなベリフィケーションをしますか という質問なんですけども、この,この辺りお答えいただけますいただけますでしょうか。これも、はい、お答えします。鳥、え、ミ、ー、さん、もし細かいればお願いします。えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、トラディショナルシステムの場合には、まあ、よくわかりやすい例ですと、なんでしょう。通常のウェブサービスで、それを一社で運用されているような、まあ、何かサービスからデータを持ってきたかったりするケースだと思うんですけども、この場合は当然、その、 サービスを運営している人をトラストせざるを得ないわけですね。なので、えー、考え方としては、例えばその運営者の、まあ、公開されている証明書に基づいた鍵で、えー、何かメッセージに署名をしていただいて、で、これを正しくその人が、えー、でしょう署名をしていることをそのオンチェーンのクライアントで検証するとか。 まあ、あるいは順序性が必要だったら、それに順序性もつけて、順序性も検証するとか、まあ、そういったような方法があるかなと思っています。で、そうですね、すみません、私があまりベースプロトコルを理解していないんですが、えー、と似たようなものなのか、どうなんでしょうか。まあ、はい。なので、その、あくまで、えー、運営者をトラストせざるを得ないようなレスシステムの場合には、その方に署名をしていただくというのが基本方針なのかなと思っております。で、あの全く関係ないんですけども、まあ クラウドサービスの、まあ、なんク,ラクラウドを提供されている方々のサービスの中には例えば何でしょう、ね、データベースなんだけども、イミュータブな何かデータを提供してくれたりとか、何か観察性のあるロゴを出してくれるとか、そういった製品もありますので、もしかしたらそういうものを組み合わせるということも考えられるかもしれません。はい、えー、ありがとうございます。いやいや、ね、こう時間もなくなってきてしまったので、あの次の質問に行きたいなと思うんですけども。 えっと、さまざまなインターブラビリティの技術が出ていると思いますが、インターネットの T. C. P. T. C. P. I. P. のように。何か一つの技術で統一されることはあるのでしょうか。それともケースバイケースでさまざまな技術が使われていくと思いますか。いい質問ですね。いかがでしょうか。この辺りの見解。そうですね。まあ、試験ですけども、まあ、会社の方意見じゃなくて、私の試験という意味で試験なんですけども。うんと。通信プロトコルは割と。 のまあ、集約されてていいいいくんじゃないかなかっていう,ふうに思いますで。一方でブロックチェーンってその最終的な価値はブロックチェーンにも延々とこうつながっていくチェーンの部分にあるのであのそれを統一してしまうとそ,のそれまでの意味はあのデータは何だったのみたいな話になってしまうと思うので。あの ネイティブなプロトコルっていうのは案外その、えーと、それぞれの目的であの、まあ、分かれていっちゃうんじゃないかなというふうには思っていたりもします。ちょっと他の方のご意見もちょっと聞きたいなと思いますが。さんいかがでしょうか、えー、はいあ、私でいいですかね。えっ、ーはいえー、と、そうですねあの、まあ。30年、40年で見た場合には、プロトコルが統一されている可能性はあるかなとは思いますし、えー、実際にその、まあ、IBC であったり、ポルカドットさんも、また、あ、あ い,いろんな台帳がそれぞれ独自の,そのインターペラビリティプロトコルみたいなのも日々作られていったり、あるいはまあどんどんそういった関連の論文も出てきたりしているので、まあ、まだ短期ではいろいろいいものがどんどんできてくるフェーズかなと思っていますが、中長、うん、期では私個人的にはまあ1個か2個ぐらいに統一されていくのではないかなと思っています、ただこれがそうです、ね、どれぐらいのスパンで行われるのかというのは全く予測できないですね。うん 清水さん、鳥海さん、何かこの点、あの補足はありますか自分は実はこう考えてる。自分は実はあの10年再開読めていると <laughs> いうあのコメントございましたら、ぜひと思うんですけど、いかがでしょうか。はいえっと、まさにこのご質問いただいた方と同じような、えっとまあ、疑問を清水は抱いておりまして、清水の,あの資料の一番最後にですね、つながった絵を見せときながら、どういう世界が求められるのかというハテナで、 あの書いたようにですね、まあ、1つのブロックチェーンで、えー、ま統一されるのか、またこちらの質問のように通信プロトコルとして統一されていくのか、またバラバラとやっぱりばらけてしまうのかっていうのは、まあ、正直少し分からないかなというふうに思っております。ただ今見えているインターオペラビリティの技術って、それぞれがじゃあ 例えば、えっと、コスモスハーブのブリッジがポルカドットのパラチェーンになったりとか、あーイーサリアム2.0の、えっと、シャドーブロックチェーンが、例えばポルカドットのリレーチェーンでとかいうふうな形で、えっと、そういった形で、えっと、各インターオペラビリティの技術は、インターオペラビリティでつながっている範囲がありつつ、えっと、個々が少しずつつながって、全体としてつながるっていうふうな世界像もあるのかなというふうに思っていて、うんえっと まあ、統一的になるのが、えっと、求められるのはそっちに動くのかなと思いますが、現時点で、えっと、もうインタープロビティ技術というよりも、そもそもまだ各ブロックチェーン自体が個別最適に作られていて、その中でつなごうというふうな世界が動いている中では、まだまだ統一的なところっていうのは先なのかなというふうには思っております。 その観点では、清水さんの、ね、最初のプレゼンにあったみたいに、ブロックチェーンのインターフェルビリティって、あの蛇口がつながるインターフェルビリティじゃなくって、うんあの、相互運用性っていうところですね、一緒に動くこととか、連携するってところに重きを置いているので、うん、まあそういう意味では別にプロトコルが統一されなくても、うまく動いちゃうんじゃないかなと、むしろその運用レベルでっていう、そういう楽観的な意見を私は持っていたりもします、ねうん。なるほど プリミさん、何か見解ありますか、この点に関してそうですね、身近に申し上げると、まあ、あの短期的にはまだ IBC 自体も固まってませんので、まあ、いろんなやり方をトライしていくるんだろうなと思っておりまして、まあ、弊社でも別にあのポルカドットとかカクタスといったところで、あの参考にできるところはあのぜひ参考にさせて、えー、より良いも,も,ものを作れればというふうに思っておりますので、あの今は。あの 貪欲にいいいいいろんななな技術領域を見てるるととうううような状況でごござざまますすほどありが時間がね、ほぼあの終了に近づいてきてしまったので、あと、ね、全部答えられないかもしれませんけれども、えっと、もう一つ質問がありますね。カクタスユイの、えー、DC、デジタルカレンシーですね、デジタルカレンシー JPY、デジタル通貨フ,フォーラムへの関わりはありますかまたこれからの展望はありますでしょうかという点なんですけれども、あのいかがでしょうか いや直接はないですあの、まあ、ハイパレジャーっていう割と <laughs> 大きなアンブレラの中であの、使っていただくのは自由になると思うんですけどもあの、カクタスプロジェクトとしては直接なお付き合いはありません。なるほどトリムさん佐藤さん佐藤んいかかがで良いとしてもです、ねあの、現状の関わりはないですが、あの非常になんていうんですかねあのこう、後押しになるようなニュースだなというふうに昨日拝見しておりまして。 何かできることがそれこそのつ,なつながれば一緒のことができるので、<laughs> ね、貪欲に、まあ、あの声かけていただければいくらでも乗りますけど、でそれはだから、故社として乗れるのとプロジェクトとして乗るのとはちょっと違うかなと思うので、現状だけで言えばまだということで、あのラブコールを送っておきたいなと思います <laughs> ありがとうございます。 えっと今のところ最後の質問ですね。えー、とユイでは、これもユイの質問ですね。ユイでは、ポルカドットやコスモスのようにハブとなるチェーンを持たないと理解していますが、同時に複数のブロックチェーンを接続する際に何,何か課題がありますでしょうか。まあ、これ、先ほどね、少しあの議論があった点だと思いますけども、えー、佐藤さん、鳥海さん、いかがでしょうか。えと技術的な側面からではですね、えー、その例えばチェーンの数がどんどん増えていく。 それぞれのチェーンがそれぞれでくっついていくと何でしょうねまあどんどんその必要なコネクション数というのがまあ爆発的に増加をしてしまいますのでまあその何でしょう例えば台帳が23個ぐらいしかない世界では別にそれぞれつないでもいいんですが、まあ、今後はハブみたいなものが例えばできてきてまあでそこにある程度は まあ、みんな接続をしていればあの直接接続してなくても、まあ、ホップして相手の状態を見れるとかそういったことはあり得るだろうと思いますしあのまさにそのコスモスの方々も、まあ、ハブみたいなものを作って、えー、この辺りを研究開発しているという認識です逆に言うとハブ型ってなんとなくそのなんでしょうみんなが同じロジックで動かないといけないからそこは難しくなったりしませんか、はい、今のだからその結のアプローチの方がまだまだって言い方が変なんですけどもあの <laughs> えと現実味があるかなっていうふうに思ったりもするんですけどもそうですね、あのまあ、目的を限定した例えば、まあ、トークンだけに限ってネットワークを作っていこうとかだと、まあ、ハブ型っていうのは結構やりやすそうに見えてもうおっしゃるように汎用的なロジックをガンガン作っていきたくてってなるとそうですね、一、まあ、箇所に集約するというのは必ずしも良いとは限らないかもしれないですね。はい、えー、ありがとうございます。 えっと、ちょっとね、お時間になってしまったんですけど、僕ね、あの、最後に一つだけ皆さんに端的にお答えいただきたい質問が実はあって、えっと、これ、このディスカッションの中で、あの、ま、これからね、その、あの、インタープラビリティが普及していく中で、やっぱりね、こう、法的な法整備みたいな部分が、実はあの、課題なんだっていうことは言われていましたけれども、じゃあ、技術的に、あの、いわゆるインタープラビリティ、今ある技術っていうのは、もう商用のサービスをするに、あの、足り得る十分な技術、 テクノロジーがあるのかどうなのかっていうのをちょっとあの端的にお答えいただきたいなと思うんですけども藤本さんいかがでしょうかあとあの鳥海さん佐藤さん清水さんトップバッターですかはいあの技術的にはもう十分な技術があると思いますでただあのやはり他のところでもよく言われますけどやっぱりスケーラビリティっていうところがどうしても問題になってくると思うので あの既存システムの助けはどうしても借りなきゃいけないなというふうに思っていて、うん、あのそういうところであの、ブロックチェーンで完結する世界まで行ってるかというと、ちょっと難しいかもしれないんですが、運用レベルでなんとかなるというレベルでは、あの適材適所だと思うんですけども、十分その、えーとえー、デプロイメントというか、実際に使っていくステージに入ってきてるんじゃないかなと思っていますなるほど。清水さん、見解は大体同じ感じですか あそうですね、技術的には可能だと思います。まあ、ただ、それを支えるというか、根拠となるビジネスモデルとして成り立つかっていうのが大きくて、うん、まあできるけど、それは何のサービスですかっていったところまで落とさないと、結局、商用化のシステムとしてはあの、絵に描いた餅なのかなと思っております。はい、なるほど、ありがとうございます。えー、佐藤さんドリームさんんリムいかかがでしょうか そうですね。まあ、IBC を使った大帳ネットワークというのは既に、まあ、パブリックで、えー、行われているものなので、まあ、そういう意味ではもう、えー、技術的にはできるという認識です。で一方で清水さんのおっしゃるように、はいあの、ビジネスユースケースを考えると、まだまだまだ便利かなと。うん、なので、技術的にはできるんですが、いいビジネスモデルであったり、まあ、そのあたりの検討がまだまだ必要なのかなと思います。なるほど。み、まあ、さんはどうでしょうかあ全く同じです。あの まあコスモスだけでなく、さまざまなあのイーサリアムとか他のものをつなぐインターオペラビリティというもので、実際にあのせ世界的にはもういろんなアセット、金銭がやり取りされてるんですけども、なかなかまだあのそこに国内のユースケースとかっていうところでは追いついてないなというふうに感じておりますなるほど。まあ、その結論としてはやっぱり、ね、そのプロインターオペラビリティ技術的にはもう結構ねあの、ビジネスで使えるんだけれども、ビジネスモデル。 でビジネスモデルって考えてくると、やっぱりその法,法的なね、その障壁だとか、そういったものが今課題になってるんだよっていうのがじ、今の、えー、インターオペラビリティの,あの状況、インターオペラビリティとビジネスの状況なんだなというふうに僕理解いたしました。まあそんな感じですよね、きっと。はい、<あ>最後に足しとくと仮想通貨が高くなりすぎましたよね。そこが最大の原因だったりはしますけど、ビジネスモデルを立てるのも難しくなっている一つの要因だったりしますし。なるほど。 ありがとうございますでも落ち着いたら、そういう意味ではすぐにで、ね、も使える状態なんじゃないでしょうか。そうですね。ありがとうございました、えーとね。時間ちょっと3分ぐらいオーバーしてしまいましたけれども、えー、これで、えー、本日のパネルディスカッションを、えー、終了させていただきたいと思います。えー、パネリストの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。 以上でですね、えー、本日のあの、ハイパーレッジャー東京ミートアップ、えー、全プログラムが終了いたしました。えー、本日もえ夜遅くまでご参加いただきましてありがとうございました。で、えっと、まあ、本日はこれであの終了させていただきますけれども、次回、また次回があります。えー、来月ですね、あの、もう年末をし迫ったぐらいで、えっ、ー、と、次回はインターオペラビリティではなくて、ID ですね、アイデンティフィケーション、ディーセントラライズ ID に関して、えー ミートアップをしますので、ぜひそちらもご参加いただければなと思います。それでは本日ですね、皆さんご参加いただきましてありがとうございました。で、それからですね、本日スピーカーのローを取ってくださいました4名の皆様にぜひ、あの、ね、温かい拍手を、まあ、そらく聞こえないでしょうけれども、温かい拍手を送っていただければと思います。ありがとうございました。 はい。それでは、えー、以上で、えー、本日のミートアップを終了させていただきます。えー、また来月東京ミートアップで、えー、お会いしましょう。それでは、失礼します。